レオナルド・ダ・ヴィンチ、モナリザ・オールド・マスターは、18世紀以前に、活動していた、ヨーロッパの優れた画家、または、その作品を示す、美術用語。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ハルス、ミケランジェロ、カラバッジオ、ルーベンス、ベラスケス、レンブラント、フェルメール、ゴヤラの名が挙げられる。なお、同時代の芸術家により制作されたオリジナルの、版画は、 オールドマスタープリントという。オールドマスタードローイングも同様である。ジョルジョーネ、眠れるビーナすごく本来の意味からすると、オールドマスターは十分な修練を積み、その地域の芸術家ギルドの親方を務め、独立して活動した画家のことを言うはずであるが、実際には、その弟子や工房で作られたと考えられる作品も含まれる。 したがって一定以上の優れた水準にあれば質よりもむしろ年代がこの用語を使用するための要件となる。オールドマスターの式については18世紀や19世紀には1450年頃かあるいは1470年頃とされていることが多かった。これより前の絵画は原始的とみなされていた。 20世紀の初めに刊行された、オックスフォード英語辞典の書版では、オールドマスターの定義を、A.I.M.A.S.T.A.Full、hey, lived before the period accounted I'm a dan, chiefly applied to painters from the 13th to the 16th or 17th century のこと、主に13世紀から16、17世紀までの画家が対象になる、としていた。 この辞典に収録された最初の要例は、1840年のポピュラーな百科辞典からのもので、アズ《A Painter of Animals》エドウィンランドスルファーサーパス《Any of the Old Masters》というものだった。1989年に刊行されたオックスフォード英語辞典第二版では。 上記の記述がそっくりそのまま引き継がれており、2005年に、オックスフォード大学出版局より刊行された、オックスフォード英辞典、第2版改訂版でも、A Great Artist of Former Times, Especially of the 1 3 t h n t e e n t h Century in Europe, として、従来の説明に沿った記述をしている。しかし、他の英語辞典を見ると、 必ずしも年代が一致しているわけではなく、15世紀から18世紀までとしているものや、16、17世紀、または18世紀初めとしているものなどがある。レンブラント・ファンレイン、夜景オールドマスターの周期は1800年とされているが、これも、また明確ではない。フランシスコ・デゴヤは確かに、オールドマスターの一員だが、しかし、彼は、 1800年から30年近くも経過した1828年に、死去するまで、ずっと絵や、版画の制作を続けていた。他方、ゴヤと、ほぼ同時代を生きた画家、例えば、ジョン・コンスタブルや、ウジェーム・ドラクロアについては、オールドマスターに含まれないのが普通である。このように、オールドマスターという用語はあまりにも漠然としているので、 美術視野からは、その使用を忌避される傾向にあり、特に絵画について論じる際には、その傾向が強くなる。ただし、オールドマスタープリントや、オールドマスタードローイングという用語の方は、依然として用いられている。他方、美術品の取引において使用されている例は、ずっと多い。例えば、オークションハウスでは、大抵の場合、オールドマスターの絵画、 19世紀の絵画、現代絵画といった区分を用いている。クリスティーズは、オールドマスターを、14世紀から19世紀初めまでの、ものと定義づけしている。また、ほとんどの場合、早い時期から美術視野により、作品を描いた画家が誰であるか、その署名から、身元が特定されているが、しかし、彼らの目をもってしても、 特定が困難な場合がある。そのような場合には、画家に対して、美術史やから、マスターや、〇〇のマスターといった名前を与えられることが多い。例えば、モノグラムにより名付けられた、マスターイエス、作品があった場所から名付けられた、フレマールのマスター、パトロンの名前から名付けられた、ブルゴーニュ助行、マリーのマスター、装飾写本の書家番号から名付けられた、 ラテン75 757番のマスター、作品がブラウンシュバイクにある美術館に収蔵されていることから名付けられた、ブラウンシュバイクディプティークのマスターなどがある。その他の作品については、知られざるマスターによるものとして扱われる。オールドマスターに相当する言葉は、英語以外のヨーロッパ言語においても存在する。オランダ語では、 アウド・メイステルといい、フランス語ではビルー・メートル、ドイツ語ではアルテマイスターという。オランダ人がこの言葉を使用したのは18世紀であるが、これが発祥かもしれない。この時は、ほとんどの場合、17世紀のオランダ黄金時代の画家たちを意味していた。フランスのウジェーヌ・フロマンタンが1876年に表した。 石日の巨匠たちがこの概念の普及を促した可能性がある。作品の部門分けにこの言葉を使用する例は多いが、美術館の名称に使用される例となると非常に少ない。ドイツ東部のドレスデンにある有名なアルテマイスター絵画館はそんな数少ない例の一つである。ドレスデン美術館のコレクションでは原則として、 バロック時代までのものとしている。ディエゴ・ベラスケス、ラスメニーナス最重要のオールドマスターは以下の通りである。ただし、ごく一部であり、すべてを網羅しているわけではない。ポツとし順に配列している。ありがとうございます。